こんにちは、キューブです。今回はダイエット版です。7月19日に発売されたトランスフォーマーロストエイジの新商品レビュー、ちょっと遅くなりましたが、いよいよ始めていきたいと思います。というわけで今回レビューするアイテムはこちら、トランスフォーマーロストエイジムービーアドバンスとガルバトロンです。まずはコンパクトにいきたいと思います。中身を取り出して並べるとこんな感じ。本体と武器、それに武器の発射部分。ではいつも通りビークルモードから見ていきましょう。タイヤはもちろん6輪とも回って転がし走行できます。窓はフロントの部分だけがダークグレーのクリアパーツになっています。左右は不透明で塗装の黒なんですが、フロントもかなり暗いグレーなのでパッと見はほとんど同じに見えますね。あと天面のこの部分に 5mm ジョイントがあるので、こういう風に武器をつけておくこともできます。ではトランスフォーム。完成、ガルバトロンです。ちなみにご覧いただいた通り武器はつけたままで変形できます。ではスタイルを見ていきましょう。顔のアップです。修光ギミックはなくて目は塗装なんですが、蛍光オレンジみたいなはっきり目立つ色が使われていて、これはいいですね。あと武器の取り付けですが、ミサイルをここに取り付けてこの部分のスイッチを押すことでこういう風に発射できます。もちろん手に持たせることもできて、左右どちらの手でもいけるんですが、取り付けるとこんな感じになります。あとビークルモードで取り付け用だったこの中間のピンを活かせば、こんな風に両手持ちさせることもできます。次に可動ですが、頭部はボールジョイント、あと変形の恩恵で首台座そのものが起き上がるので完全には安定しないんですけど、かなり上を向けることができます。肩はこのアーマーが起きるようになっていて、水平に90度、ただ垂直にも90度までしか上がりません。それと関節とはちょっと違うんですが、変形の恩恵でここがちょっと開くので、角度限定ですが、まあこのぐらいまで腕を開いてやることもできます。後ろ側は背負い物が大きく張り出しているのでちょっと上がりませんね。あとは縦ロール、肘は二重関節になっていてかなり深く曲がります。この二重関節は上と下で硬さに結構違いがあって、上は割と柔らかくスムーズに動くんですが、下はこういう感じでクリックが切られていて結構固めです。手首は全く稼働しません。胴体には稼働は全くありません。股関節の稼働はちょっと独特で、見ての通り接続の面がこんなに斜めに切れています。なので足を垂直に上げるとこういう風に横へ逃げてしまうんですよね。ただ水平方向にも動く上に、股関節ブロックのすぐ下から縦ロールがついているので、縦の動きと横の動きと縦ロールを3つ一遍に稼働させることで、見た目上は正面にも足を上げることが実はできます。膝はふくらはぎの部分にタイヤが収納されているので、まあ60度ぐらいまで曲がりますかね。足首は変形の恩恵でこういう風に軸可動があるほか、この方向にも動くようになっているので設置はかなり柔軟です。ポーズをつけるとこんな感じ、あるいはこんな感じ。ちなみに背負い物を少し上に上げるとここに3ミリ穴があるので、台座を利用した空中ポーズも取れます。以上、トランスフォーマーロストエイジムービーアドバンスとガルバトロンのダイエット版レビューいかがだったでしょうか。フルレビュー版では同じキャブオーバートラックから変形するクラシックオプティマスプライム、そしてサードパーティーなんですが、現状で初代のガルバトロンを一番忠実に再現していると思われるこちらのアイテム、サードパーティーユニークトイズのマニアキングなんかと比較していきます。オプティマスが初代のアニメのデザインに回帰したのに対して、ガルバトロンは初代のイメージがほとんど排除されてるんですよね。その辺の見た目についても見ていきたいと思います。お楽しみに。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。初代のガルバトロン以外にも映像に登場したガルバトロンっていくつかあるんですけど、劇中の姿が研いで忠実に再現された最初のガルバトロンっていうとこちら、おそらくこのビーストウォーズセカンド版が最初じゃないかと思います。初代のトイがちょっと賛否あるのに対してこちらは傑作。
ていうかこの頃からギャラクシーフォースくらいまでのトランスフォーマーは本当によくできてますよね。今のトランスフォーマーの方がプロポーションやディティールなんかは全然精密で進化してるんですけど、この時代のアイテムは触ってすぐわかりますけど、プラスチックの使われ方の潤沢さが今とは別次元ですね。このガルバトロン傑作なんですけど、仮に今復刻したらお値段どのくらいになるんでしょうかね。新ブランドレジェンズでリレコ復刻されるビーストウォーズ初代のゴリラコンボイが税込み定価7000円って発表された衝撃は記憶に新しいですからね。でもこれ本当に傑作なんで、リデコやリカラーでもいいんで、ボットコンとかトランスフォーマークラウドとか多少お高くてもその辺で復活してくれると嬉しいですね。